そんなんだぞ。こんなので建設業バカにされるんだって。だね、今すごいものを発見して、足は掛けずに工事をやっとるのね。はい。ちょっと今カメラを隠しよう。はい。隠すけど。ズボンとかみたいなつけてるんでしょ。まあ島かかってないんだあれ。まあこれが本当のまあ現実ですよ。ね、まあ、うちもねこうやって。撮ってます。いい打ち振り。お疲れ様です。視聴者の皆さん。はい。ちょっとね今すごいものを発見して。はい。これ本当にねもうやら冗談みたいなネタじゃなくてね。まあまあ先に言っちゃおうか。まあ結論から言うと、はい、まあ足はかけずに。はい。これね左。左です。どっちの左？こっちの、この手前の左です。うん、足はかけずに。普通に、工事をやっとるんだろうね。はい。で、まあ、俺は、ちょっと、後でまた映すけど、上から見てさ、はい。作業しとるところは、まあ、ちょっと望遠かなんか携帯取らんかもしれんけど、はい。まあ、俺、防犯かなんかかな。まあ、おそらくそうだと思います。何倍かな？何でやっとるんだろうな、はい、でも。ここじゃね？ここです。あ、ここだ、ここだ。はい。まあ、カメラを隠しよう。はい。カメラ隠すけど。あ、ほらほらほら。あ、はい、はい。太陽光か。おそらく滑車で太陽光。もうちょっと、ちょっと、わからんね。はい。どうぞ。車もあるな。瓦もあるんちゃうか。太陽光だな。あれ太陽光乗せようとしてる。これの高さでね、見てあれ、半ズボンと真ん中につけてねえし、まあ、芝かかってないんだよ、あれ。はい。しかも、どうすんだ、これ。しかも、若いっすよ。落ちたらシャレにならんすよ。職人は関係ないよな。はい、会社だよな、でも。はい。社長がやっとんか？瓦も乗せてないもん、あの台に。はい。あ、瓦を、あれか、太陽光の課題かなんかか。おそらくそうだと思います。ん？太陽光の、あの、つけるところの瓦だけめくって違うのに、変えたんだと思います。太陽光用の、はい、ああ、いい感じで訪問販売にバーンって来て、はい。お客さん聞きたいぐらいじゃないかで決めたのって。はい。まあね、足場組んでねえし、お前危ないだろ、あれ。はい。やっぱせめて、一面だけ組むとかさ。はい。この、両サイドだけ組むとかさ。そうですね。これね、映っとる？映ってます。まだけど。はい。もうちょっと出す。待って、こっち見たら隠せ。はい。すっごいしてる。音聞こえてることが。はい。全然気づかない。すごいっすよ。とかに何人いた？かなりの人数いますよ。はい。今日はあれだけど、大体落としたんだよ。はい。お正月に来たけど。はい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 。電気やな。左前方です。ちゃんとやってる感じするな。はい。車も綺麗にしようし。はい。ちゃんとし元受けが悪いですね。あ？元受けが悪いです。ああ、まあそうなっちゃうよね。足場かけずにやってる。これ左？これ左です。これはすごいよ、視聴者皆さん、本当に。今時あんだって、今ちなみにこれ、前方です。ハンダ？常滑です。前方です、はい。だから人がいい人多いんだよな、こうやってパーンっていく。まあ、いくらでやっとるか知らんけど、怖いなと思うけどな、俺。推測してやったらあかんけど、はい。そんだけ金もらっとるな、足場ぐらいかけろよって、思うけどな。従業員の作業してくれる方の安全も問われるんで。で、ほら、中古車一発だよ。6章に行ったら、あ、こうですね。こっから映してますよ。いや、これたまたまさ、まあ、現場の帰り、この間ちょっとね、トシ君の現場多分動画公開されてると思うので、はい。それのね、帰りにちょっと。帰り道、真横ですね。真横ですね。俺はオンラインゲームやったんだけどさ。ゲームやってた。そこも使いますよ。使ったら殺すぞ。はい。言うのと見られるのはまた違うね。はい。うわぁ、そんなことよりさ、これ見てみ。あ、ちょっと携帯でも撮ろうか。はい。はい。どこも撮った？はい。うわぁ、これ見てみ。すごいなぁ。すごいですね。あ、降りたんですかね。もともとこっから発見したわけ、俺らは。はい。何やっ
かってるなって。こっちの携帯で。こっちの方がいいや。はい、こっちの方がいいです。でも音がちょっと変わる。はい。一緒に回してくれ。これさ、だってあれでもまあまあ2階建てのちょっと高い2階なんだけどね。はい。低いやつじゃないでね。危ねえわな。あんなもん、だってまあ滑ったら絶対落ちるでな。落ちるっす。100% 落ちるでな。はい。こんなもん、だってこんなんだぞ。こんなのに建設業バカにされるんだって。はい。まだお前一人前の値段取っとんだもんな。はい。数百万円は払っとるでしょ、あの太陽光で。もうこっちの面だけか、太陽光だったら。両の反対側もやってるんで、両面じゃないですかね。だけど、まあ、あの、売電とかあの、発電効率が。めちゃくちゃ悪いだろ。だから、もう強引に全部乗せちゃうんだ。はい。砲丸ってみんなそうなんだ。普通南側しか乗せんじゃん。そう、そう。はい。は？はい。あ、それも全部乗せちゃうんだ。おそらく。もしくはいっぱい乗せた方が補助金が降りるからで、何キロ以上つけたら補助金の対象とか、もしかしたらあるから乗せてよとか。うん。はい。うわぁ。すごいな。わぁ、そこに営業行って塗装させてもらったらいいんちゃう？別に高い金だよな、うちは取らんもんで。はい、適正値なんで。相当あれだよ、これ。さっきもっともじゃ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 6人目乗ったよな。今4人乗ってますね。真下でザイル上げたり下げたりしてるやつところで、あ、1、2、3、5人おるっすよ。5人おるっすよ。頭がピョコンって、はい、ピョコンって出ます。このカメラのズームだったら、うん、アングルつけてるとこまで見えます。そう見えます。アングルついてるんですよ、一列に。本当だな、はい、あそこに多分太陽光乗せていくんで。まあこれね、職人さんが悪いわけじゃねえもんで、はい、なんとも言えんけど、やっぱもう会社の考え方とか方針だよな。はい。でそれこそそうじゃん、足場の法律が変わるって言っても関係ねえんだもん。足場さえかけていいんだもんね。無敵っすよ。笑い物にならんすから。いじめなら顔とかないから、とか言って。これがさ、お客さんにとってプラスなら、まあ言い方悪いけど、ね、安くなっとるとか、足場もかけずに。だけど、あんなもん足場かけた方が安いで。何って言ったらさ、あんな上で作業できんからね。はい。足場あったらもっと効率がいいわけでしょ。材料も上げれるし、人間もパッパパッパ動けるし、あんな足場があったら、まあ、人間動けへんがよ。もうこれ、でも一日で太陽光つけるでもめんどくせえんかな、なんか知らんけど。めんどくさいんだから、多分。めんどくさいのと、まあ、もったいないっていうのが一番じゃないですか、その。だけど足場なんか行ったって10万から15万じゃん。はい。そこそこ値段取っとったろ。そう、10万15万高いけど、だけど、その分、リンク絶対、余分かかるぞ。かかりません。ほら、もうあんな、そーっとしか歩けんだろう。はい。しかも、発電材何もつけてんねんもんな。はい。ロープかなんかつけとるやつは、まだ、もう滑ったら一貫もあれだな、あれ。しかも、土がついてるじゃん。はい。瓦めくって作業するんで。だよな。やばいっす。マジやばいっす。ああ、足場かかってなかった？いや、かかってなかった。マジでかかってんすよ。もう一回見とこうか。いや、やばいっすよ。ほんまに。ほんまにやばいっすよ。いやー、落ちたら、いや、結構高さあるで。これより高いでな。もう。蔵みたいなことだろ。はい。はい。バレたらやべえな。バレたら金太郎って騒がれちゃうよ。はい。横の中に入ってもらう。はい。ああ、気をつけよう、気をつけよう。はい。はい。一台でしょ、一台。携帯でしょ、携帯で。うわぁ、しかないわ。あぁ、これアングルとかもバー置いてあるじゃん。どこなんかついてった。もともとソーラーかなんか下ろしたんですか。ソーラーも後輩や。あ、これいけるんですか。前方です。実習生だな。実習生でした、今。実習生って何なのアングル。だってソーラーがなんかあれだろう。ソーラーやもん。前方です。やっぱりの後輩だろ。あれ、ほんと続いてソーラー。ソーラーを自殺がありました。ソーラーの社員が自殺しました。あのね、もう解体されたんだ。いや、まだ生きてますよ。名前変えただろ。あ、そうなんですかね。ソーラー自体はなんか解体されて、だからもうみんなまたそれ同じような会社作っとんだよな。はい。だって基本的にあのソーラーってなんだあれ、湯沸かし器。湯沸かし器じゃない、太陽光湯沸かし器。いや、何でしたっけ。湯沸かし器だろ、基本的には。あの、要は太陽の熱で、はい、太陽光じゃなく、太陽光発電じゃなくて、はい、太陽光で
湯を温めるやつ何百万やからな。はい。な、数十万だろ、実際。実際数十万だな。そうっすね。はい、でも数十万だよ。別に誰でもいいよ、これ、はい。温めるやつ置いてく。だって、夜間置いとるだけだもんな。はい、大きな夜間置いとるんだもんで、ね。はい。数十万だよ、お前。原価なんかお前、めちゃくちゃ知れとるもんやんな。はい。いや、10万いかんでしょ、あの商品。はい。材料。10万はさすがいくと思いますよ。いや、いかんって言ってお前、1個作っとんじゃねえんだもんね。あ、1000個、2000個作るわけだろ。それを100万、150万ぐらい売るんですか？いや、そうでしょ。もっとでしょ。300万ぐらい売ってたでしょ。高いとこ。いや、そう問題になってたじゃん。いいっすね。何回も業務停止食らったでしょ。そうなんですか。やばいっすよ。そうでしょ。いや、僕の時代は100万、150万でした。ああ、でもまあまあ、さっき聞く。10年ぐらい前。高いところは200万、300万取られた人も。あ、そういうことですね。問題なくどうじゃん。高く売ったら何個でも営業マンの。もう、そうっす。マジに。はい。すごいぜ。で、1日だろ。はい。まあ、だけど、あれがつい取ったってことは、やっぱそういう人なんだよな。はい。そういうのに、ポッと乗っちゃう人なんだろうな。そうっすね。で、ホームアンバイそういうのを狙うんだろ。ごめんなさい。はい。ごめんなさい。ソーラーとかそういうのが乗っとる人を。はい、そうです。まあ、美味しいと思って。そうです。床下換気とか、後付けのテラスとか、うん、もう外装でわかるんで、うん、それを狙ってました。まあ、そういうのを狙っていくわけだよな。はい、まあ、それが悪いことじゃないじゃん。はい。それでちゃんとしたものを売ってればいいだけだと思ったんで。はい。でそれがなんか、リアクションみたいなことするもんで、はい。問題になるわけだろ。はい。うわぁ、いいの見たな、今日。はい。ああまだあんなあいのこういうなんかとか来るとだいぶなくなる。おそらく完成形はああいう風にしたいんやと思います。太陽光です。太陽光な、はい、うん、ついとるやん、はい、太陽光は結構今まともな業者も多いでな。多いっすね。昔やり始めた頃は結構多いよな、ひどいところお前り結構やったけど、もう一財産作ってすぐポーンって5年ぐらいでやったりといっぱいおるでな。まあ、そしたら皆さん、まあ、ちょっと急遽撮った動画でちょっとね、何を言っとるかようわからないような感じかもしれんけど、まあ、これが本当にまあ現実ですよ。ね、まあ、うちもね、こうやって商売やっとるもんで、その気持ちもわかるわ。で、業者としては、下請けとしてはやっぱ元請けがそうやってやれって言ったらやるしかねえじゃん。な、そうですね。はい、じゃあ視聴者の皆さん、まあ久々にね、なんかちょっと急遽撮った動画で申し訳ありませんが、うん、チャンネル登録いいね。足場の以来、時々いいのはね、実習生。今、あの、ナナルパーターズが今ね、すごい、伸び始めてきた、はい、全国走り回っとるから、まあ、全国ってあんま遠いとこ行ってないけど、でも滋賀とかあっちの方も行ってるみたいだしな、うん、結構で今ね、あの実習生じゃなくて俺おすすめは特定技能かな、ベトナムなら、はい、で実習生なら今度ミャンマー俺も一緒に行くんだけど、お一緒に行く人を募集したいな。あ、興味ある方で、興味ある方で俺一回一緒に行くもんで、ね、10社、はい、20社ぐらい集まって視察団みたいな感じで見に来たよね、まあ、ゴルフやって、視察してゴルフやって、視察してゴルフやって、視察してゴルフやって、ゴルフ好きな人が、いや、まあいいよ、別に好きなことやってないんだもんね、向こう行って、夜だけみんなで飯食ってみんなでさ、はい、で、まあ会社見たり、いろいろ、あの、パワーだよな、どれぐらいその人にパワーがあるかって見たいじゃん、はい、ベトナムってやっぱパワーあるじゃん、そういうのも興味あったら、特定技能実習生、まあ、ナナイルパートナーズでやっとるもんで、はい、ぜひまた声かけてください。はい、まあちなみによく俺聞かれるけど、あの名古屋ですんで、名古屋弁ない名古屋って分かるって言うけど、やっぱ動画見ておいて分からないしな。そうですね。東京とかコメント来ます。そう。名古屋、愛知県にいますんで、ここも愛知県だね。はい。ぜひ、また、ご視聴、お願いします。お願いします。チャンネル登録も。お願いします。うん。もう、すぐ、20万人。もう超えてますよ。あ、20万人じゃない。30万人か。30万人。目前。あと9万5千人ぐらい。はい。頑張りましょう。頑張ります。せーの。また見てねー。